厚生労働省の高野と申します。困ってる人や苦しんでる人助けるのがあなたたちの仕事でしょ。高野はさ、何のためにこの仕事やってるの？忘れられない。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。暇だな、お前ら。いいとこさ、今日こそ。私、妊娠したみたい。俺はどっちでもいいから。緑、座っていたの覚えてる？諏訪俊介。最近、自殺したことが分かって。あなたは鳥となって空を。中学の時、いじめられてたみたいなんです。お前のせいだろ。努力に努力を重ねて官僚になったんです。悪いわね、もう忘れてって言ってあげられなくて。私、間違ってなかったと思う。諏訪君は、諏訪君がしたことを認めてあげて。俊介！わけもなく涙が溢れた。俺は、緑が何選んでも嫌いになったりしないから。あの日、あなたの言葉が生きる翼をくれた。傷ついて翼が折れたとしても、誰かに否定される人生なんてないんじゃないかな。滑走路。